はい。皆さん、こんにちは。店長磯野です。本日のテーマはですね、住宅ローンについて解説していきたいと思います。教えて住宅ローンということで、今日のテーマは、連帯債務とはということで解説していきたいと思います。でこちらですね、この連帯債務というキーワードは、住宅ローンについてのキーワードになってきます。でこちらですね、住宅ローンを借りる場合は、例えばご夫婦であった場合に、大体が旦那さんを一人で借りるという、いわゆる形、一人で借りるという形が多いんですが、この場合は主債務者と言います。主債務者。で、この主債務者の方で一人で借りる場合とは別にですね、この連帯債務というのは、このですね、主債務者の方が借りているところに収入をプラスアルファして借りる形。これは収入合算と言いますが、これすることによって、より多くのですね、住宅ローンを借りることができると。いうような内容になっています。で、この収入合算したときに、この、旦那さんにプラス奥様の分が足されるとすると、この奥様がですね、主債務者に対しての連帯債務者という形になります。ですので、連帯債務、いわゆる連帯して債務、住宅ローンの責任を負うというような形になります。はい、で、この連帯債務はですね、このご夫婦間だけではなくて、親子間でも組むことができます。なので非常に幅広くですね、収入をプラスアルファして、借り入れ額を伸ばすということができる。これが連帯債務収入合算になっています。はい、でこの連帯債務についてですね、メリットとそれからデメリットっていうのがありますので、こちらを詳しく解説していきたいと思います。はい、まずメリットは3つございます。3つです。はい、まず1つ目は、2人の収入を合算できる点です。これは今お話した通りになりますが、例えば、旦那さんが年収が300万だとします。で、300万だとどうしても希望のですね、お土地買ったり、注文住宅建てたり、または建て売り買ったりというのができない場合に、奥様がですね、年収が200万だとします。で、この200万を、主債務者ご主人の、300万にプラスすることで、合計500万になります。500万。そうすると、希望のお家が建てれる、買えるということにできるという場合は、この収入合算によって夢が叶うというのがメリットになります。はい。それから二つ目です。二つ目は、別々に住宅ローン控除を受けることができると。別々に住宅ローン控除を受けれるんです。これ結構お得なメリットですね。いわゆる、主債務者の方だけであれば、例えば年収に対してですね、払っている税金とか、それから借り入れの額に応じて、1年間あたり最大で40万円。そちらが今、13年間戻ってくるという形ですが、これも払っている税金とかですね、借り入れ額によって変わるので、場合によってですね、もらえない金額、もらえる額というのが上限が低いケースというのがあります。その場合に、この奥様が連帯債務者側の方もですね、一緒に申請できるので、このダブルで受けることで非常に多く還付されるというケースもあります。これが二つ目のメリットです。はい、そして三つ目のメリットは、住まいの給付金制度をですね、これもそれぞれ受けることができるという三つ目のメリットです。こちら住まいの給付金は以前の動画でもアップしておりますが、下は10万円から最大で50万円までもらえるですね。これ取っ払いの現金もらえます。現金もらえます。この制度がそれぞれ受けることができます。で、この10万円から50万円までは5段階に分かれていまして、これも5年収によってもらえる金額で変わってきます。で、こちらがそれぞれもらえるので、非常にこれお得な制度になってますので、ぜひですね、こちらもチェックいただければと思います。それからデメリットですね。デメリットは4つあります。まず、1つ目は、双方に安定収入が求められます。安定収入です。安定収入というのは、まずは、住宅ローンというのは審査があります。審査があります。ですので、主債務者の方と、それから連帯債務者の方、それぞれですね、審査内容、いわゆるこれは属性っていう言い方をしますが、この属性が一定基準以上、そして安定してなければいけないというところです。でこの属性で見られる部分は、お仕事されている会社、それから年収、それから勤続年数、こういったところがですね、やっぱり安定していないといけないというのがありますので、これも非常に重要なポイントです。はい、それから二つ目です。二つ目は、これが一番大きなデメリットだと思うんですが、団体信用生命保険に加入できるのは、お一人主債務者の方のみとなります。ですので、連帯債務者の方はですね、この団信に入ることはできないので、万が一亡くなってしまった場合はですね、この住宅ローンは残ります。住宅ローンはそのまま主債務者の方について残ると
という形になります。これが正直一番大きなデメリットかなというふうに思います。はい、それから3つ目は、連帯債務者の方が育休とか、それから産休でお休みをしたとしても、住宅ローンは止まりません。それから払う額も減りません。全く変わらず月々をずっと払い続けなきゃいけないというところで、急にですね、その期間、収入が減ったとしても、払いは変わらないというところで、ちょっと一時期苦しくなるということも考えられます。はい、それから4つ目。4つ目は、あまり多くはないケースだと思いますが、この主債務者と、それから債務者のご夫婦が離婚された場合、離婚されたとしても、この連帯債務の関係は切れませんので、残債はそれぞれについてまいります。皆さんについてまいります。なので、離婚するっていう場合もですね、住宅ローンはなくならないということをぜひ覚えておいてください。はい。以上、このメリット3つとデメリット4つお話しさせてもらいましたが、いかがでしょうか。この収入合算、非常にこの年収をですね、多くすることができると、見せるっていうことができるので、借りる額を伸ばせるっていうメリット、非常に大きいと思います。ですので、こちらはですね、きちんと住宅ローンの額、無理のない中できちんとですね、収入合算をした上で、夢のマイホームを手に入れるというのは非常にいいのかなと思います。で、皆さん、お客様からよく聞かれるご質問があるのが、この連帯債務の収入合算とは別にもう一つですね、ペアローンっていうのがあるんです。ペアローン。ペアローン聞いたことありますか？このペアローンとこの収入合算の違いがよくわからないっていうのがよくお話あるので、次回はですね、こちらについて解説していきたいと思います。はい、このような形で店長磯野のウェブ家づくりコンサルティングでは毎日19時に住宅ローンや補助金、お得な情報、それから性能、構造の話、家づくりに関する様々な情報をお話しておりますので、こちらのチャンネル登録をお願いいたします。それからコメントの方にですね、入れていただきたいとか、それから高評価のいいねいただけるとすごく嬉しいです。お待ちしてます。はい、それではまた次回も楽しみにお待ちください。ではまた。